スオラピロ。どうもアルコールチャンネル管理人のピロです。皆さんこの水槽を見て一瞬あれと思ったんじゃないですか。そうです、流木をちょっとね今回話してみました。はい、まあ私ポリプテル水槽に流木を配置している理由としましては、まあ野生のポリプテルスってその結構ね身を隠すところに潜んでることが多いらしくて、やっぱりそういうところにね潜ったりするのがすごい好きらしいんですよ。で、まあ、なのでね、まあ一応そのポリプテルスのね隠れ家的に流木を配置して、あとまあ自分の半分、あとあれですね、自己満足、はい、ちょっとまあどうせ水槽をやるならね、ちょっと水草をねちょっとレイアウトしてみたいなと思って配置したんですけど、ちょっとそれを今回ね外してみました。はい、でまあどっちもないんですけど、まあちょっとポリプテルスのね様子をねちょっとじっくりね観察しようと思ったんですけど、まあ、結構荒ぶってますね荒ぶってんなどうした、びっくりしてんの、結構流木があるとねおとなしくしてんですけど、なんかめっちゃ荒ぶってますね。まあ、ではね早速ちょっと観察していこうと思います。はい、どうした、めっちゃ見てますねセネガル、デルフェッチもこっち見てるわ。可愛いですねポリプテルス、うん、個人的な、まあ、その成長の度合いをちょっと話しますと、セネガルの方がね初めすごい大きかったんですよ実は、うん、この子はね外体なしでお迎えしたんですけど、はい、でデルヘッジの方がね外体付きのすごい可愛らしい感じで初めお迎えしたんですけど、今じゃねデルヘッジの方がちょっと体大きいのかな、うん、でだいぶねなんか体も厚みが出てきてね、測定したんですけど前に、まあ、その動画にしてありますけど、それよりもやっぱ実際の数値よりもちょっと大きく見えますよねこうしてみると、うん、なんかその水槽あるあるなんですけど、実際にこうなんていうのかな、こう水槽にこう顔近づけて観察するとやっぱりその実際の大きさが分かるっていうか、はい、やっぱこう遠くから見てると実際のサイズ感がねちょっといまいちこうつかまないっていうことがあるなと私だけ感じますね。はい、これこう近寄ってね観察しますとやっぱり結構ねあれ大きくなったななんてねふと思いますよね本当は、はい、そうそうそう、でこの子はねそのまあ私その初め買う時に勢いで買ったんですけど、うわー買いてえなポリプテルスって、バンドがねやっぱその全然こう個人的にこだわらずお迎えしたんですけどね、まあいい感じにね、まあ個人的にはいいかなと思いますね。はい、やっぱこうデルヘッジってやっぱこうバンドがねやっぱ個人個人でやっぱ違うんで、やっぱそれがやっぱこう自分だけのねポリプテルスって感じですごいいいですよね。うん、そうそうそう、まあ他にも柄のあるポリプテルスいますけど、やっぱり一匹一匹そのまあ柄でこうオリジナリティが出るっていうのがやっぱすごいデルヘッジのねいい点かななんて私個人的に思いますね。はい、うん、いや本当やっぱ大きくなったよなデルヘッジすごいほらあセネガルの方がね昔はサイズあったんですよ本当に、それが今じゃねやっぱ大きいもん、名前の方がすごいな、かっこいいわ、うん、やっぱ背びれがやっぱいいっすよねポリプテルス、うん、いいわ、いやかっこいいっすねやっぱね、こうしてみると本当うん、体色とかね、まあ、色合いはエンドリキリっぽさもやっぱあるんですけど、デルヘッジって、うん、でもやっぱこう
かっこいいですね、このちょっとこうシュッとした感じ、顔が、うん、なんて個人的に思いますね、非常に、はい。夕方にやっぱ泳いでるけど、やっぱこう隠れがやっぱあった方がいいな、うん。今回ちょっとね、分かりやすいように一回外してみたんですけど、いいっすね、かっこいいっすね、ヘルヘッジ。柄のないね、ヘルヘッジも一応流通はしてるんですけど、やっぱバンドワットがやっぱかっこいいかななんて、ね、やっぱ個人的に思いますね、うん。まあ、いろんな、まあ、特殊個体いっぱいヨダがいますけど、うん、でスネガルスネガルでこんな感じでしょ顔本当にお前はすっとぼけてんな、うん、いいっすね。あ、いいポーズ、かっこいいな、デルヘッジかっこいい。いやー、やっぱいいわ、このなんかこう、やっぱこう、日本にいないっていうその感じがやっぱいいっすよね、ほんと、プレクテルスって。うん、絶対こんなんいないもんね、日本に。いいわ。一応この2匹はね、ほんと仲良く一緒に公演してるから、ほんとね、いいっすね。うん。なんとかね、ここまで無事に、まあ、飼育できたのは本当個人的にはすごい嬉しいですね、はい。まあいろいろね、まあ風呂の事故で生態泣かす人もいますけども、まあなんとかね、こう全然飼育すんのはずですけど、私本当にポリプテルスをね、ちゃんと飼育できてちょっと結構ね、まあ、自信がつきましたね、本当に、はい。まあ、今回はね、ただ単にポリプテルスをちょっとね観察しながらね、ちょっといろいろ、いい点をね、話してみました。はい。まあ、ぜひともね、うちのチャンネルね、面白いなと思ったら、登録&高評価よろしくお願いします。はい。今後もね、頑張って配信していこうと思うんで、はい。よろしくね。おお、来たか。はい。ではね、また皆さん次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。